こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は静岡市にやってきております。今歩いているのは長谷通りになります。今回は長谷通りにある超有名なお菓子屋さんのご紹介です。この黄色いお店がそうなんです。はい、お菓子の福吉です。こちらのお店はテレビにも多数出演しており、地元では知らない方はいないんじゃないですかね。1961年開業ですから、もう60年以上ですよ。周りより小さいお店なんですけれども、なぜか大きく見えるんですよね。もうこうやって並んでるお菓子を見ると、もう入り口からウキウキしませんか。さあ、では早速お邪魔していきましょう。失礼します。皆さん、こちらに並んでいるお菓子は何種類あると思いますか。時代の流れで古いものから新しいものまで約800種類あるそうです。それらが1個から買えるのが嬉しいんですよね。60年以上ですから、親子2代でお買い物に来る方もいらっしゃるみたいですよ。小学生は福吉でお買い物を覚えたり計算を覚えたりするそうですよ。お小遣いの範囲内でお買い物をするといういい勉強になりますよね。とにかくバラで買えるし、買ったものを透明な袋に入れてくれるので、持ち帰るときにウキウキした気分で帰れるんですよ。バラになってしまう分、若干の割高になる商品もありますが、多くの種類が買えるのがいいんですよね。さらに町内会のイベントや子ども会の行事に必要なお菓子も予算に合わせて準備してくれますよ。ここ福吉のお菓子なら絶対喜びますよね。もうカゴを持って見てるだけで楽しくなってきちゃいますよね。あ、スーパーボールがありますね。懐かしいです。あと上の方に見えるのがこちら、昔のアイドルポスターがすごくいいですよね。駄菓子屋総選挙が以前行われた際に、3位がベビースターラーメン、2位がうまい棒、そして1位がチロルチョコでした。このお店にはたくさんの人々の思い出が詰まっていますよね。こういうお店はいつまでも残っていてほしいです。はい、本日の動画以上になります。いかがだったでしょうか。今日ご紹介しましたのはお菓子の福吉駄菓子屋さんです。すっごい種類と、あと思い出がいっぱい詰まった素晴らしいところでしたね。いつまでも続けていてほしいです。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからも静岡のことをどんどんご紹介していきますので、チャンネル登録をしてお待ちください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。